はい、えー、発達障害の子どもの子育て専門カウンセラーのエヴァグリーン松本です私は大学院で特別支援教育を学んでその後中学校と特別支援学校で教員を経験しました現在は発達障害グレーゾーンの子どもとその保護者の方をサポートする NPO 法人を運営しておりますよろしくお願いしますはい、本日のテーマですけども、えー、いじめは自分で解決させるべきかというお話をしたいと思います はいえー、NPO 法人エバーグリーンの、ね、LINE によるカウンセリングというのがあるんですけどもそちらにあ,のあるお母さんからご相談いただいてです、ね、そちらの事例を元にお話をします。はい、でそのお母さんと LINE のメッセージをやり取りしていてです、ね、子供がえも、ー、がバスケットボール、ね、バスケの習い事をしていて友達が自分だけにパスを回してくれなかったと。 うん、あとこそこそ悪口を言われてしまったというご相談を受けたんですね。でそのお母さんの考えで、うん、あのしっかりしたお母さんでね。で、えー、そういった状況を受けてですね子ども本人に解決させたいと。ね なぜ自分にだけパスをくれないのかあと悪口を言うなっていう風に言わせて戦わせたいっていうお母さんのご意見だったんですね。うん、で私はうまくいかなかったら無理させないようにしてくださいっていう風にアドバイスしました。うん、でするとですね、えー、そのお母さんえっ、ー、違うかするとお子さんがお母さんの考え通りにですねあの自分で相手に抗議をしたんですね。 そしたら友達とは仲直りができたっていうご報告をいただきましたはいまあ今回はうまくいった事例でしたけどねこの場合皆さんのお考えっていうのはいかがでしょうかねうんこちらのお母さんによるとですねいじめられたような状況になって逃げてしまったりあと親が過度に守ってしまうと子供がまた同じような場面に出くわして自分で解決できなくなってしまうとうん。 自分で解決する力がつかないとだから自分で解決させたいっていうお母さんのご意見だったんですただその一方でですねいじめっていうものが、うん、絶対にいけないことなので周囲が全力で守ってやらなければならないっていう考えもありますよね。うんはいえー、この自分で解決させたい っていう考えとそれに対していじめからは全力で守るっていう考えは相対するように思われるかもしれないですね、うん、このお母さんの考えも確かにそうだと思える部分もありますし私の考えではですねどんな問題でもそうなんですけど試してみてうまくいけば続ければいいしうまくいかなければ変えるということです、うん、今回うまくいったようなのでねま良、あ、かったのではないかと思います、うん あまり良くないのは戦わせなきゃいけないっていうふうに親が考えてしまってですね、うん、子供が頑張っても分かってもらえないのに抗議をさせ続けてしまったり、うん、説得できないあなたが悪いと責、うん、めてしまったりっていう状況になることだと思います。うん、なのでうまくいけば続けるダメなら無理をさせないっていうですね、まあ、臨機応変な態度が大事なんじゃないかなと思いますね。はい で今回はですねあの、いじめは自分で解決させるべきかっていうお話をちょっとお届けしました。えー、今回は以上になりますで。今回のご相談はですね、NPO 法人エバーグリーンの LINE によるカウンセリングを受けていただいている方の事例からお話をさせていただきました。えー、LINE のカウンセリングっていうのはですね、1週間の間、無制限で思う存分にご相談していただけます。はい、私からもバン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 返信しますので。はい で随時ですね個別の動限定動画っていうのをそちらの方だけの限定動画をですねあのお送りしたりもしていますはい詳細は概要欄にありますのでですねはいあのぜひうちのエバーグリーンのホームページをご覧になってみてくださいはい本日は以上ですまた次の動画でお会いしましょう私は明日も、えー、教室でお待ちしていますエバーグリーンの松本でしたありがとうございました。